皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。同じくゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムちゃんです。幽霊のゆゆこです。今回はハードオフ沼津原町店に来てるよ。ここはオフハウスとの複合型店舗なんだぜ。本当なら富士山が見えるんだけど曇っているね。それじゃあ早速店内に入るよ。それじゃあジャンクコーナーを見ていくよ。ジャンクパソコンを見ていくぜ。ここはジャンクパソコンがあまり充実してないね。ガラクタは充実しているよ。これは3300円だね。 CPU は AMD のアスロンだぜ。一応 BIOS は起動するようだね。これは15,400円もするね。かれこれ1年以上もここにあるんだね。これは第一世代の Core i3 じゃないか。こんな値段で一体誰が買っていくのかな。知らない人がお買い得だと思って買っていくんじゃない。こっちは1100円だよ。未チェックで1100円かよ。スペックも何も書いてないね。セルフ電源チェックで調べればわかるよね。こっちは33,000円もするね。これは第6世代 Core i7 だぜ。GTX950 がついているね。この値段なら誰かが買っていきそうだね。これは中古品コーナーに並んでもおかしくないスペックだね。グラボ目当てで買う人がいるかもしれないぜ。これは PC ケースだよ。高さが高いケースだね。値段は4950円だね。高さも高いが値段も高いぜ。こっちにもっと高いケースがあるよ。これは一段と高さが高いね。これも1年以上ここにあるね。身長も高いが値段も高いんだぜ。これが9900円じゃ誰も買わないよね。これは15,400円だね。これは第2世代 Core i3 だね。これも1年以上もここにあるぜ。誰か優しい人が現れるのを待っているんだね。知らない人が現れるのを待っているんじゃない。こっちには一体型 PC があるね。これは13,200円だぜ。これはセレロン G1820 だよ。これはレノボだね。まるで富士山に登れって言っているみたいだね。こっちは16,500円もするぜ。これは第2世代 Core i7 だね。光学ドライブが壊れているんだね。ラムが 8GB でハードディスクが 2TB だね。値段がまるで富士山みたいだね。これは13,200円だね。Core i3 としか書いてないぜ。世代が書いてないとわからないね。Windows 8だから相当古いんじゃない。こっちは11,000円だね。これはペンティアムだぜ。これも1年以上の長期在庫だね。ここは飾っておくのが好きなんだね。これは9900円だね。これは AMD だぜ。これもすごい長期在庫だね。富士通だから富士山だね。こっちは8800円だね。これは第2世代 Core i3 だぜ。ラムが 4GB にハードディスクが 500GB だね。こっちにくれないに染まったノートパソコンがあるね。値段は11,000円だね。ペンティアムである上に映像が乱れるだと？外部出力は問題なしっていうことは GPU じゃないね。単なる接触不良なんじゃない。奥にもデスクトップパソコンがあるね。まるで隠れて居眠りしているみたいだぜ。これはコア通常だね。売れないから奥に追いやられちゃったんじゃないの。上にはモニターがあるね。モニターは在庫型で値崩れしているんだぜ。ここは結構高いね。安いところだと映るやつが11円だったりするよ。550円のやつもあるね。これは一体型 PC だぜ。値段は6600円だね。電源ランプが点灯しないんだね。 B キャスカードがついているね。 B キャスカードのカバーはついてないぜ。これはテレビが見られるんだね。テレビなんて今では安いよね。これは11,000円だね。これは第2世代 Core i5 だぜ。 Windows 7がリカバリ済みだね。ジャンクパソコンの隣にはラジコンがあるね。値段は4400円だね。ラジコンはラジコ コントロールと言うんだぜ。
これは2チェックなんだね。積み荷が取れているね。コントローラーがついているね。後ろの積み荷は材木だぜ。かっこいいトレーラーだね。本物を運転するには県民免許がいるね。こっちにはプリンターがあるね。これはエプソンのプリンターだぜ。値段は8800円もするね。2チェックで8800円もするね。多分インクが詰まって使えないんじゃない？こっちには VGA ケーブルがあるぜ。ご丁寧に袋に入っているね。これは未使用じゃあないね。値段は550円もするね。最近ケーブルが高くなったぜ。こっちには電話があるね。これで電話はできるのかよ。うちに置くには不安だね。これはファックス複合機だね。こっちにすごい電話があったよ。これは昭和レトロな電話だぜ。通話できましたって書いてあるね。動作確認のために電話代がかかっているね。電話代も原価になっちゃったね。こっちに何やらすごいものがあったぜ。これは PC98 だよ。これはすごいものを見つけたよ。セルフ電源チェックでチェックしてみるよ。電源を入れてみるぜ。電源ランプがついたよ。動作するかはわからないけどね。これはインテル8086を搭載した珍しい機種だよ。初代 PC98 に採用された CPU なんだぜ。それじゃあこれは買っていくよ。これが2200円というのは格安だね。ちゃんと動けば数万円はくだらないよ。これはもう骨董品なんだぜ。それじゃあ今度は青箱を見ていくよ。ここも青箱は充実しているね。RCA ケーブルがあるね。AC アダプターもあるぜ。CPU 切り替え機もあるね。PS2 の時代のものだね。これはとっても便利だよね。こっちにはノートパソコン用の AC アダプターがあるぜ。線がラップでぐるぐる巻きになっているね。これじゃあセルフ電源チェックの時に不便だね。チェックの時に拝借することがあるもんね。これは1100円もするぜ。ラップぐるぐるで手間がかかるから高いんじゃない？これは大きな AC アダプターだね。これは富士通製だね。こいつは550円だぜ。箱の外にもあるね。これはお客さんが出したのかな？マナーが悪いよね。こっちには ATX 電源があるぜ。値段は880円だね。綺麗にラッピングしてあるね。80プラス認証だね。850W だぜ。動けばお買い得だね。こっちにはマザーボードがあるね。これは LGA1150 かな？第4世代 CPU 対応だぜ。ソケットがプチプチで保護してあるね。値段は880円だね。これも動けばお買い得だね。こっちにもマザーボードがたくさんあるぜ。これは3300円だね。これもソケットがプチプチで保護してあるね。こっちは5500円だね。これはソケットの保護が厳重だぜ。いかにも高級感のあるマザーボードだね。PCI エクスプレスばかりだね。こっちにはキーボードがあるね。値段は330円だぜ。基板でいて汚いキーボードが330円もするね。真っ黒なキーボードが1100円もするよ。最近のキーボードは黒が多いね。こっちにはテレビがあるぜ。これは1650円だね。スタンドが不安定模様だね。こっちは2200円だね。これは B キャスカードがついているぜ。リモコンもついているね。このテレビはすごく大きいね。大きくても2200円だね。ホコリがついてて綺麗じゃないね。そんなこと誇らしげに言うことじゃないよ。こっちにはスロットマシンがあるよ。これは2万2000円もするぜ。これがあれば自宅でスロットが楽しめるね。これは業務用だね。どこから流れてきた機械なのかな？小さな個人店に置いてあったやつじゃないのか？たまにカラオケの機械も見かけるもんね。お店が廃業していらなくなったんじゃない？今度はゲームを見ていくよ。ファミコンのカセットがあるぜ。箱付きのカセットもあるね。面白いゲームはあるかな？これは麻雀だね。
これは時代劇のゲームだぜ。これはとっても面白そうだね。農民が一気を起こすゲームなのかな。面白そうだけど高いね。この箱付きは何なんだ。ダイナマイトボールだって。ボーリングのゲームなんだね。これは330円だね。元は4900円だったんだぜ。これは可愛い星のカービィだね。これは名前が書いてあるね。藤原雄介さんのサイン入りだね。お父さんは道長さんって言うんじゃないのか。ここに面白いものがあったよ。これは目玉の親父みたいだね。地球儀にも見えるよ。ウルトラマンにも見えるぜ。魚の目玉にも見えるよ。これはとっても気持ちが悪いね。見られているみたいだね。こっちにはスーパーファミコンのカセットがあるぜ。これはゴエモンだね。ゴエモン2だね。値段は330円だね。上にはゲーム機がたくさんあるぜ。ゲームやりたいね。ファミコンもあるね。スーパーファミコンもあるね。これは動作状況が書いてあるぜ。550円で画面出力がうまくできないんだって。下のやつは緑のねぷたが貼ってあるよ。これはゲーム遊べましたって書いてあるね。動くやつは高いぜ。こっちにはゲーム機のコードがあるね。これはファミコン用の AC アダプターだね。なんとびっくり880円もするね。ジャンクなのに880円もするぜ。中古で550円のお店もあったよ。こっちには F 型コネクタがあるよ。値段は110円だね。ファミコンの RF スイッチの接続には必要だぜ。これはブースターだね。これは今でも使っている人がいるのかな。 VHF はもう使ってないよね。これは MO だぜ。550円ならお買い得だね。1枚あたり50円だね。ここにポストがあったよ。富士店にも富士宮店にも同じポストがあるぜ。同じ会社が経営しているからじゃないの。それじゃあ中古品コーナーは次回にするよ。買った PC98 をチェックするぜ。 PC98 の通電確認をするよ。スイッチオン。電源が入ったね。起動音がおかしいぜ。おかしかったら笑えばいいんじゃない。画面がちゃんと映ったよ。やったー、大成功だね。これは昭和のパソコンなんだぜ。1980年代のパソコンだね。それじゃあフロッピーを入れてゲームでもやろうよ。ゲームやりたいね。ソフトがあるからパソコンが動作するんだぜ。ソフトがないとただの箱だもんね。あれれ、フロッピーがドライブに入らないよ。ジャンク品だから壊れているんじゃないのか。そんなぁ、ゲームやりたいよ。仕方ないよ、フロッピーが入らないんだもん。画面が太いから補足しようよ。一応40文字の設定になっているぜ。これじゃあ画面が見にくいよね。かな入力になっているよ。英語で入力しなくっちゃね。これで一応80文字になったぜ。カーソルが小さくなったね。簡単な計算機としてなら使えるよ。N88 ベーシックで計算ができるんだよ。これなら算数の宿題もバッチリだぜ。今回は珍しいものを見つけることができたね。次回も沼津原町店が続くぜ。次回はサブチャンネルだよ。サブチャンネルも登録してね。ご視聴ありがとうございました。